テシェンジョコカタリーナ、ルイド・シルベストルがウルズラカタリーナ・フォン・アルテンボックムは、ポーランドとザクセンの統治者、アウグスト教王の目かけの一人。王の計らいで、帝国諸皇の地位を授けられ、テシェンジョコとなった。ドイツ系ポーランド人で、ポーランド語名は、ウルシュラ・カタジナ・ボークム。リトアニア大公国大前館のヨハン・ハインリヒフォン、アルテンボックムと、その妻のコンスタンツィア・テクラ・ブラニツカの間の、 娘として生まれた。アルテンボック向けは、ベスト・ファーレン地方の領主の家柄だが、16世紀に、クールラント・ゼム・ガレン広告の地主貴族として移住した。父の代に、ポーランド王に仕えるようになった。1695年、15歳で、結婚的齢期に入ると、王冠領副大前官の行為にあった40歳過ぎの、イエジ、ドミニクル・ボミルスキ公爵と結婚した。 ルボミルスキ家は当時のポーランドの最有力家門とみなされていた。1696年ヤン3世、ソビエスキ王が死ぬと、ポーランド主座大司教、グニエズの大司教ミハウ、ステファン・ラジェオフスキスーキ教とのカタリーナとの親戚関係のおかげで、夫は次の国王が選出されるまでの国王代理を務めることになった。ローマ教皇は、 国王代理を務めるルボミルスキ夫妻が珍しく夫婦仲が良好なことを喜んだ。当時のポーランド貴族の間では滅多に見られないことだったためである。新王にザクセン先帝公のアウグスト教王が選ばれると王はカタリーナに関心を向け始めた。ラジオフスキス・キ教との親戚関係がこの時もカタリーナに大きな幸運をもたらした。全民の交渉。 エスターレ伯爵夫人が追放されると、1700年、カタリーナが正式に国王の新しい公めかけと認められた。アウグスト教王はカタリーナをザクセン選定公領にも連れて行き、ドレスデン宮廷においても彼女を公式長期と認めさせた。美しく魅力的で再起に富んだルボミルスカ公爵夫人は、ドレスデンの人々にも強い印象を与えた。 1704年8月21日、カタリーナは男児を出産し、この子は父方の祖父にちなんで、ヨハンゲオルクと名付けられた。出産から5日後の8月26日、カタリーナは神聖ローマ皇帝レオポルト一世によって一代、限りの帝国諸皇の身分を与えられ、デシェンジョ皇となった。ところが息子を出産して、以降、王の長愛は衰えていった。 1> 翌千7 0 5年、カタリーナは劇的な形でアウグスト教王の身辺から排除され、ホイム男爵夫人コンスタンティアにとって変わられることになる。カタリーナは王から侮辱されて宮廷から追放され、ホイエルスベルダの所領に引きこもった。この所領は、以前、アウグスト教王が25万ライヒスターラーの拒否を払って彼女のために沈借した物件で、 その後、カタリーナの完全所有に介したものである。テッシェン助行は、ホイエルスベルダの商業と町娘たちによる手工業を奨励し、バロック様式の巨点、ホイエルスベルダ城を建設している。また、シュレジエン地方ブレスラウにも館を購入した。その後しばらくすると、ライバルのコーゼル伯爵夫人が失調したために、カタリーナとアウグスト教王は和解し、カタリーナは、 ドレスデン宮廷に戻った。彼女は、尊大な態度を控え、相変わらず彼女を阻害する宮廷の人々の態度をも、受け入れた。一方で、長期時代に、その失脚の防御に関わっていた、元、大法官、ボルフリートリヒホンバイヒリンゲンが罪を許され、もともと彼に帰属していたホイエルスベルダの書領を、返還するよう求めてきた際には、これを、きっぱりと断った。 未だ養殖の衰えていなかったカタリーナは、ドレスデン宮廷で10歳年下の、ビュルテンベルクビネンタール講師フリードリヒルートビヒから、好意を寄せられるようになった。1721年、講師はカタリーナへの結婚の贈り物として、ネシュビッツ城を購入、改築を始めた。カタリーナは、講師の求婚を受け入れ、二人は1722年10月22日、密かに結婚。 翌年カタリーナはバロック様式への改築の済んだネシュビッツ城駅を移した。この城は彼女の夏の巨漢圏狩猟養城館として使われた。この結婚生活は12年間続いたが、1734年9月19日に講子がポーランド継承戦争中のグアスタッラの戦いで戦死すると終わりを告げた。今回のビュルテンベルク家の再三の抗議にもかかわらず、 カタリーナは、夫の死後も生涯にわたって、夫の加盟、称号と紋章を使用し続けた。ホイエルスベルダの所領は1737年、年額1万8000ライヒスターラーの賃料と、引き換えに、アウグスト2世の唯一の着出し、アウグスト3世に譲渡された。カタリーナの死後、彼女の息子に渡される賃料は、アウグスト3世と選定効果財務局の決定により、 6000ライヒスターラーに減額された。同じ1737年、カタリーナは、ネシュビッツ城と付属の所領を、アウグスト三世王の最小アレクサンデル・ユゼフ、スーコフスキに売却した。カタリーナは1733年、アウグスト教王の死と同時に、ドレス伝宮廷に完全復帰した。彼女は1743年62歳で世を去った。意外は、 オヘミアリとニに絵術へのイエズス会教会に葬られた。ありがとうございます。